福島第一原発にたまり続ける処理水の海洋放出に向けて、東京電力は今日から設備の本格工事を始めました。東京電力は処理水のトリチウム濃度を海水で薄め、沖合1キロまで整備する海底トンネルを通して放出する計画です。初日の今日は処理水を移送するための配管の敷設工事や シールドマシンと呼ばれる機械を使った海底トンネルの掘削工事などが行われました一方来年春ごろとしていた設備の完成時期については気象条件などを理由に来年夏ごろにずれ込む可能性があるとしています海洋放出の計画をめぐっては 福島県と月発が立地する大熊町と双葉町がおととい、事前了解を表明しています。